じゃあ安定よく測るためにここが使えるんです。おー、つまり、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。黒田正和の YouTube 工業高校のお時間がやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後まで見てくださいね。今日のお題は、はい、汎用測定機器の、はい、まあ、ご紹介、使い方などなどですね。今日やる汎用測定機器はスタンダードなもの、はい、まあ、この機械工業界の中で一番スタンダードのものといえば、はい、ノギス、はい、マイクロメーター、ゲージブロック、おー、まあ、この3つで長さ関係の測定を実際にしてみたいと思います、はい、一番ね、あのスタンダードなやつ、ノギスと言いましたので、はい、ノギスを、測ってみたいと思います。この錠板ってすごく、これ実は机とか台じゃないんですわ、はい、精密錠板って言いまして、はい、錠板って言いまして、はい、これ非常にこう精度のいい平面が出てるんですね、はいはいはい、でこれあの見かけ石でできていてすごく精密なものなので、はい、摩耗させたくないので作業台ではないものですから、錠板を使った上での測定は当然するんですけども、はい、それとは関係のない机の台として使うような使い方はしちゃダメです。ですので本当はね、この裏のね、うん、この作業台でノギスだとかね、はい、マイクロメーターを使ったりするんですけど、はい、カメラのセットの関係上どうしてもここで仕事がしたいよっていう話なんで、はい、まあ今回はこの上さえ使わなければ、はい、良いので、はい、この上にちょっと敷き物して、そうですね、でちょっと作業したいと思います。これ自家製 MC ナイロンの台です。これすごい便利ですよ。これね、うちの作業者の方がね、自分で考えてたんですよ。これ何がすごいかというと、見に取ってくださいよ、これ。実はこのレバーピッてやると、ふーっと回るんですよね。これ。おお。まあ、おーっていうほどのことじゃないんですけどね。いやいや。でピッとレバーやるともう固定してあります。あ、はい、いくらするんですか。まあこの下のくるくる台は 4,5,000円じゃないかな。でこの MC ナイロンの方が高いんですよね。 MC ナイロンって結構高い材質なんで、あの系の、まあプラス出系のものなんですけどね、はい、こっちの方が高いですよね。 4,5,000円じゃちょっと買えないですね、これはね。でもかいいでしょ、これいいですね。何かこういう重たいものを乗せて、はい、作業するときに一生懸命こっち行ったりあっち行ったりせずに、もうこいつをくるーっと回してこう作業ができる、回して作業ができるっていうね、非常にいい作業台です。欲しい人はあのホームページから問い合わせください。販売しますので。お、販売しちゃう、これもちろんですよ。すごいね、ガッツリね。営業ですね、営業。はい、これノギス。はい、ノギスです。でね、これ実はこれグラフ見るとピンってこうなってるじゃないですか。ここにクリタテクノではちゃんと有効期限つけて公正対象測定機器として登録してあります、はい、社内登録ですよ。お、はい、ちゃんとこのノギス一つでもちゃんと複弱で100分の1ミリ単位で測定ができるノギスなので、ちゃんと公正を取ってあります、はい、でもこっちのノギスはそういった登録はしてません。あ、なんでですか。当てにならないからです。もう信用してないからです。信用してない。はい、信用してません。なんで信用してないかというと、はい、ここボタンスイッチ入れるじゃないですか、ね、これ数字が出ますよね、はい、これ信用していいですか。ダメなんですか。ダメっしょ、そんな。あの絶対ちゃんと動いてるとは思うんですけど、はい、あの動いてると思うんですけどっていうものを使って品質保証していいわけないでしょ。だから確実にちゃんと測れますよっていうものじゃないと、使ってはいいけども制度保証上はこっちを使います。じゃあなんでこれあるのって言ったら、目安として使うんですね、デジタルだから読み取りが早いじゃないですか、で間違いも、少ないので、はい、まあ、目安として使うんですね。あ、例えばこの 穴がね、はい、いくつだよとかって測るじゃないですか、はい、この大体の穴の直径を測ったりするときにね、こうやってピッとこうやって挟んで、目で見て数字見たらこれでブロックゲージ組んでシリンダーゲージ測るとか、はい、そういうときに、まあ、目安として仕事がスピーディーになるのでこれを使うんですね。
精度保証で使うわけじゃないです。例えばこういうところの厚み測りたいときにこのノギスでもこう測れます。はい、で目がどうだこうだってこう見ると25点いくつなんだろうな、25点1かな2かなとかってなるんですよね。あ、うん、でもこれだとパッと 25点、いくつだろうな、 25.2 ぐらいだなって言ったらその合わせた技術ブロックを準備できるんですね。お、はい、でもこっちの方が精度がちゃんとメモリがついているので、さっきいくつだろうなって言いましたけど、はい、ちゃんといくつだろうなからしっかりメモリを確認する。でそれで精度を確認するっていうことができますので、まあ、こっちの登録されているもので精度保証します。ただまあこれもね100分の5です。100分の5単位なので100分の5よりも短いそのオーダーで実測値管理をしないといけない場合は使えませんので、はい、あのゲージブロックとの比較、はい、まあ、3次元を使うとか、あとマイクロメーター、はい、マイクロメーターはね、1000分の1ミリまで保証できますので、そういったものを使って先ほどのこの厚みを測定するということになるんですね。はい、でまずノギスのね、はい、使い方、ここくちばし2つありまして挟み込みますよね。今ゼロ合わせゼロになってますよね。はい、で当然ここ掃除しながらですよ。掃除してゼロになってるか確認するんです。はい、ここの掃除せずに普通にポンと何気なくやってゼロ合わせしたらダメですからね。うん、で、まあ、ゼロになってますと。でその後にこう測りたいところを測る、挟み込む。おでこのゼロのところのメモリを見るんですね。今25よりも少し超えてますよね。25より超えてるんですよね、ゼロがね。でこういくつ超えてるかっていうところでこの下の複弱を100分の5単位で見るんですね。おでどこが重なってるかっていうところで見るんですよ。はい、0から10の間、でその上のメモリの、線と下の0から10の線のどれがちょうど重なってるかっていうのを読み取ると 25.2 ぐらいじゃないですか。下の 2のところ重なってません？そうですね、重なってますね。はい、つまり 25.2 ミリです。今同じとこね、これ0ですね。はい、20、これ、はい、これ 25.2 バラつくんですよね。製品の厚みがバラバラしてるんで、はい、まあ、25.24、 あ、いいとこですね。でも近いですね。うん、まあ、ちょっと動くじゃないですか。はい、あの、うん、安定はしないです。はいはいはい、まあ、こういったもんですわ。まあ、いいとこ行ってますよね。行ってますね。はい、でノギスっていうのは今挟み込みました。はい、挟んだ測定ができます。はい、今度あと上にもくちばしがついてますよね。これここ、はい、これすっごい鋭利ですわ。はい、で鋭利で気をつけないといけません。でもこの鋭利なのはなるべく隅っこの方まで測れるために鋭利になっているので危ないから、はい、もう削って丸くしちゃえっていうのはダメですからね。でまあこういうここのね、こういう感じ開くんですよ。ピーって。こういう感じ。今これゼロです。はい、こっからこういう感じで開いていくんですね。はい、つまり穴の径が測れるよ。なるほど。っていう話ですね。まあここの穴、はい、大きな穴ありますんで、ここをこういう感じで測るんですね。まあ31点なんかですかね。はい、31.5 ぐらいですか。そうですね、こんな感じで、アバウトで測れます。うん、まあ、あくまでアバウトですね、もうノギスはね。はいはい、で今2箇所測りましたね。はい、後ろの方を見るとなんかこう飛び出てるじゃないですかこれ。これあのさっきのこのくちばしがこういうふうに動くと同時に、後ろも出てくるんですよこれ、ね。はい、出ますね。はい、出ます。で0の時に出てないです。はい、出てないというよりもつら位置なんですよ。つらつらつらい位置になっててこれが開くと出てくるんですね。はい、こう出てくるんですね。おー、出ますね。はい、これ何測りたいかというと穴の深さ測るときに便利だと思いませんか。おここの穴がありますよね。はい、行き止まりの穴なんで、この穴の深さ測ろうと思ったときに、はい、こういった形で当てて、はい、スッと下ろす。おで止まるじゃないですか。はい、止まるってことはこう
下に当たって止まってるんですよね。つまりこれ穴の深さ測ってるってことですよね。なるほど。10穴の深さは10 9.95 ぐらいか。そうですね、10ちょっとマイナス目、マイナス目ね。はい、はい、まあこういった感じで3箇所目ですわ。1箇所目、2箇所目、3箇所目、はい、っていうふうにノギスは測れるんですけど、実はもう1箇所測れる場所があるんですよ。え、どこですか？ノギス1、2、3の4箇所目、はい、実はここです。え、この面ですよ。おお、ここですか。どういう意味かっていうと、こういう意味です。ここ、こことこの段、ああ、つらつらのつら位置。でも、はい、動かすとこう段ができますよね。できます。はい、ここもね、ここもね、はい、ここもね、はい。で、ここもできるんですよ。おお、はい。で、それどうやって使うの？こんなところってなるじゃないですか。はい、なります。ね、例えばですよ。はい、この製品。ここ、こっからこの面までの距離、はい、どうやって測りますか？こうやって測りますよね。うわ、不便ですね。こうやって測りますよね。まあ、こうやって測りますよね。はい、はい、これも正しいです。ただこれ結構不安定なんですよね。これこう動いちゃうから。確かに、はい、じゃあ安定よく測るためにここが使えるんです。おお、つまりこう今これでカツンと、カツンと当たって、この面がここに当たって、はい、この面がこっちに当たるんですね。あ、で これでは測りました。16点で何がし、こんな感じ。16点、そうですね、はい、787ですかね、はい、4箇所ここを使って測定している人ってあんまり、少ないですけど、はい、まあ、工業高校生なら知ってるよね。当然ね。そうだそうだ。それぐらいさすがに知ってると思うんで、工業高校生ならね、はい、ただ、まあ、あの工業系の、ね、学校を卒業せずにこういう工業業界に入っている人は意外に知らないかも。知らない。ノギス初めて使いますとか、ノギスののって何ですかみたいなことを言い出す人がいるんで。確かに。ノギスって別に略語じゃなくて、これがノギスなんで、はいはい、で、だいたい普通こういうふうに、ね、挟む、はい、広げる、はい、深さ見る、はい、しか使ってなくて、段差を見るっていうやり方を初めて知ったわっていう人が多分いるかもしれないんで、勉強になったらいいかなと思います。4パターンですね。4パターンあります。じゃあ 25.03 何かしらっていうところを今度 こっちの24680って書いてある線と、こっちのスリーブ側に書いてある0510のこっち横の線と、はい、どの線が重なってるかっていうのを横から見て探し当てるんです。おー、老眼にはきついですね。老眼にはきついです。でこれは9で重なってますね。9で重なってますので、25.039 で線分台までしっかり読めるんですね。お、間違いないですね。間違いない測り方ですね。間違いない測り方ですね。あ、まあ、僕は今手で持っちゃってますけどね、手で持っちゃっているけども、まあ、あ、もっとちゃんと手袋をするかとかね、はい、してなかなか体温が、あの、ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編、今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますので、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。